泣いても笑っても前もなく、小泉進次郎、石破茂、高市早苗の中から総理が決まる見通しだ。候補者の中で、まともな経済政策を掲げているのは、一体誰なのか。前編記事、進次郎は、日本経済の破壊者か、竹中平蔵の顔がちらつく、解雇規制見直しの、絶望的な政治センスのなさ、に続いて、各候補の政策を吟味する。 痛みを思い出した新次郎が唱える父親譲りの規制緩和路線について市場関係者の間では歓迎する声も多いところが明治大学教授経済政策マクロ経済学の飯田康之氏はこんな懸念を語った私が疑問なのは解雇規制の見直しが本当に雇用の流動性アップにつながるのかどうかです 会社からクビにされやすくなれば今の仕事にもっと必死でしがみつく人が増えるかもしれません無理に転職させるのではなく人手が足りないからいい人材を雇いたいという需要が生じ賃上げが進みより給料の高い企業を労働者が選ぶ状況が生まれないとこうした政策はうまくいかない賃上げよりも規制緩和を先行させるのは順序が逆なのではないかと思います 新次郎は、現在の解雇規制は、昭和の高度成長期のものと述べ、暗に、時代遅れだと批判する。しかし、日本より、解雇規制がユリーとされる、諸外国では、手厚いセーフティネットがセットになっている。法政大学教授、財政学、公共経済学の小黒和正氏が言う。北欧諸国では、政府も関与して、 労使交渉で生産性向上に準拠しつつ、賃上げ率を決めたり、休職中は産業別の組合から失業手当が出て、それでも決まらないと国から手当が出る制度があります。また、オーストラリアでは休日出勤に平日の2倍の賃金を出す制度もある。労働者に有利な仕組みも整備されているのです。新次郎氏も徐々に 軌道修正していいますが、単にできない人を解雇して訓練するだけででは、は本質的な問題の解決は難しいでしいょう。新次郎の掲げる雇用政策は結局のところ日本人はもっと頑張って働け優秀な人は待遇アップそうでない人は退場というメッセージに移る父の政権で味わった痛みを国民が思い出し圧勝のシナリオに赤信号がともった。 石破金融所得課税の強化の真実一方、新次郎を追撃する石破の泣きどころとなっている政策が先にも触れた金融所得課税の強化だ。かつては金持ちから税金を取るのはいいことだと多くの人が歓迎したものだが、投資人口が増えている昨今、手放しでは喜ばれなくなった。第一生命経済研究所の首席エコノミスト、長濱俊宏氏は手厳しい。 経済政策の基本は、金融政策、財政政策、成長戦略です。基本政策が、利上げ容認、財政健全化、金融所得課税となると、なかなか消費が喚起されず、限界があるでしょう。日本の政治家は、マクロ経済政策に踏み込み不足の感があります。日本のような大国の経済が、ミクロの政策だけで上向くことは難しいでしょう。 本当に可能なのかまた、前室の飯田氏は、石破の政策の政治的な難しさを指摘した。金融所得課税の強化は、石破氏の支持基盤である地方の庶民には支持されるかもしれませんが、どこまで可能なのか。というのも、金融所得課税を見直すと配当金や、証券会社などが払う税金にも影響が出ますから、法人税の在り方を見直す必要がある。 さらには、所得税も見直そうという話になるでしょう。結局、税の抜本改革をやらざるを得ないのです。現実味が薄いという点を考えると、庶民感情に訴えるためだけの政策ではないか、と見えてしまいます。意外にも、指揮者からの期待度が高かったのが、事前調査では、支持率1から3%に沈んでいる、党幹事長の茂木敏充だ。 増税ゼロを掲げ、岸田政権の防衛増税と子育て支援金に反旗を翻して、物議を醸したが、法政大学教授、政治学、白鳥博氏はこう評価する。ずっと、増税ゼロというわけではなく、経済成長で税収が伸びれば、増税は必要ないと言っていて、実は最も現実味のある政策だと思います。おそらく、茂木氏は、 新次郎氏との違いを明確にしようとしたのでしょう68歳でここで目立つ政策を出さなければ後がないたとえ今回はダメでも次の総裁選につなげよう新首相が失敗すれば自分にチャンスが巡ってくるそんな思いも透けて見えます経済政策は新政権の命綱となる冷徹な合理主義だけで押し切っても逆に還元を浪して人気取りに走っても 国民は必ずそっぽを向いてしまうだろう。さらに、石破茂の地方と高齢者に優しい政治は、夢物語かも、10年経っても日本衰退は止まらなかった地方創生の大失敗では、有力候補の一角、石破茂が掲げる地方第一主義の落とし穴について、詳しく報じる。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。 建設や福祉などのきちい仕事は嫌で深刻な人材不足。でも移民は入れたくない。んなもん無理だ。労働改革して人を人材不足の分野に回してくれないと建設では手抜きや事故が福祉では虐待や事故が頻発することになるしそうなりつつある。机に向かって大して必要でもない仕事をしてる人材がいるならとっとと回してほしい。 きっとその人の視野も広がって、新しい人生に気づくだろう。小泉信次郎は、自分が非常に恵まれた立場にいるから、庶民の生活なんて全くわかっていない。おそらく、小泉信次郎のバックには、竹中平蔵がいて、糸を引いていると思われる。小泉信次郎は、自分の言葉では、喋れないので、竹中平蔵が用意したシナリオを棒読みして、 首切り改革を唱えているこんな改革が起きたら失業者が増加して生活保護申請も爆発的に増えなおかつ治安も悪化してケアに放火事件や大阪梅田メンタルクリニック放火事件のような悲惨な事件も起きる懸念が出てくる安倍派の推薦人がほとんどの人が決選投票に残り麻生派や改革で痛みを受けないようにする議員たちから 支持されて総裁が決まるなら自民党は変われない自民党の変革、改革には痛みを伴うことを理解して将来的、日本が自民党が良くなるには誰が良いのか、統一協会や政治と金の問題を変える可能性が高い人は誰なのか、よく考えてもらいたい。様々な政策があると思いますが、首相として日本の舵取りを担うには経済政策と 人口政策、外交・安全保障政策については明確で、体系的な考え方がなければならないと思います。どれも失敗が許されない政策だからです。現在に至る経緯や知見、エブプムなどを通じて、候補者自身の言葉で説明をできて、広く有権者の理解を得られるレベルで話せることが必要でしょう。これができなければ、首相としての的確性を欠いています。 もちろん、これらの政策以外にもさまざまな政策があることは承知していますが、時間に余裕があったり、軌道修正をすれば、日本に対するダメージは警備に止まるものであったり、候補者自らが取り組まなくても良いものだと思っています。冒頭の条件以外では、海外で首脳会談をするときに、自分の言葉で話ができて、交渉をまとめられる人にぜひ首相をやってほしいと思っています。 岸田首相では増税物価値上げが顕著であり我々、国民は困窮生活を余儀なくされています。次期総理には是非ともに、我々の生活への良き改善策を画策できる、総理が誕生されることが望まれます。しかりて、女性目線からの国政も寛容でありますので、高市佐賀江氏は実行力と発信力に長けていて、 将来的な政局への展望ビジョンを保持されていますのでぜひともに高市氏が女性初の総理になられますことに多大なる期待感があります経済成長をすれば増税は必要ないというのは確かだけどではどのような政策を取れば確実に経済成長するのかが明確に示されなければ意味がない金融所得増税はそれに関連する 色々な制度や政策を変更しななななければならなくなるから現実性がない。とおっしゃるけど、金融所得に関する税制を、これまでに何度も大幅に変更されていることを考えれば根拠がない、主張と見なさざるを得ない。